日本とカザフスタンの関係では、日本とカザフスタンの関係について概説する。中日カザフスタン大使館前景。黒川気象による計画都市、ヌルセルタンの夜景ソ連時代にもわずかな交流は存在したが、本格的な交流は1991年12月16日の独立、遅れて12月28日の日本の国家、承認以後であり、両国関係の歴史は浅い。 両国は互いに大使館を置き、2006年には小泉純一郎首相が、2015年10月には安倍晋三首相がカザフスタンを訪問した。一方、カザフスタン側からは2019年10月に即位の礼に際して30年近く大統領を務めたヌルスルタン・ナザルバイフ氏が来日し、会談を取り行うなど交流を深めている。2004年8月に日、 カザフスタン技術協力協定署名2008年12月に日カザフスタン租税条約署名2010年3月に日カザフスタン原子力協定署名2014年10月には日カザフスタン投資協定が署名されるなど21世紀に入って立て続けに経済技術に関する二国間協定が結ばれており交流の進化が図られている 特にカザフスタンはウランの有力な産出国であり、一方で日本は複数の原子力発電所を保有する国家であるため、原子力エネルギー面での協力関係にある。貿易では、日本の対カザフスタン輸出額は455.41億円に止まるのに対し、輸入額は1138.82億円に上り、日本の輸入超過である。 これは日本がカザフスタンから原油及び合金鉄などの資源を輸入しているためである。このように資源面でつながりは強く、日本のカザフスタンへの直接投資はおよそ4億ドルであり、カスピ海のカシハガン油田開発には日本の国際石油開発定石も参加している。開発支援もわずかながら行われており、カザフスタンの主要援助国は米国、ドイツ、 フランス、英国、オーストリア、韓国などであるが、2016年に限り日本は第5位のカザフスタン式に援助国であった。1997年に最大都市アルマトイから選都されたヌルスルタンはベルリンを手本とした計画都市であるが、これは日本人建築家の黒川紀章の計画に基づいて建設されている。都市は未だ建設計画の途上であり、 市の全体像の完成は2030年頃とされているが、黒川気象の計画は未だ継承されている。2019年時点で、カザフスタンに在留している法人は171人、在日カザフスタン人は465人であり、民間人の交流は限られている。ありがとうございます。